ちょっと少しこっち持ってきました。これぐらい。いいよ。はい、点滴を100、101cc 打ちます。で、それと、あの総合ビタミン剤とか心臓肝臓を元気にする薬、それから胃腸を動かしてうんちが出やすくなる薬、それからあとは炎症を鎮めてお腹の痛みを取る薬、抗生剤ですね。あ、それだとビタミンの D とカルシウムもちょっとお願いします。で、最後にちょっと下剤は用意したけど多分無理だと思う口から飲ませないやつはあるんですけどね、注射の下剤はないですね、さすがに。タオルもう一枚持ってきて、長田さん、タオルもう一枚持ってきて、あ、あるある、じゃあ置いといて、しまう、ちょっとちゃんと動かさないように持って、はい、人ないからさ、置いてる、すいません、何本もって申し訳ないけど、ちょっとできる範囲のもの全部ちょっとやっちゃいたい。よいしょ。さあ、一本。よし。うん、やっぱこの子の方が力強い引っ張れるとね、なんとかこうやっていけることもないけど、ちょっと、あ、いいよ、楽にして、はい、じゃあ、もう1分だけ待ってて、交代します。まあ、じゃあ、この薬はだせえもんね、こんな風ではね、はい、わかりました。じゃあ、今からもう1分当てて、吸入療法と酸素、吸入は鼻の方に薬が入ってきますんでね、10分ほど時間ください。それで、点眼薬としてワンクリーンというのを出しますから、これ放散もね、目洗う時に使うんですけど、弱い弱殺菌性あります。あとヒアロン酸は潤す、はい、できれば目と鼻、目と鼻、はい、目も鼻も一緒ですか。そう、目も鼻も、いや、つながってるんですよ、はい、ね、そうですね、できれば回数はなんとか3回以上やれたらね、またできる、そんだけできたら今度来る時教えてくださいね、はい、でさっきの健康チェックでは非常に分かりやすいから、まあコピーしてるんですよ、もう1枚出しておきますわ、それもコピーしてください。はい、はい、じゃあいいよ、あそこに部屋用意して、じゃあちょっと待ち合いでお待ちください。お願いします。そこペットシート大きいの1枚引いて、こちらで牛乳、いいですか？